演舞開演。どうも、本日はこちら、ホッカサッポのじっくりコトコト煮込む濃厚コーンポタージュを飲みたいと思います。濃厚チーズも良いんですよ。やっぱりスープにはコーンですよね。って思うのは自分だけか。いつも単の味なんですね、現状。では、入れていきます。そして同じこの粉末、さあ、お湯を作りますよ。出来上がりました。では飲んでみたいと思います。本当だ、入ってるのがいつものあれじゃな。いわゆるコーンスープだと中にクルトンが入ってるのは多いと思うんですけど、これはクルトンではなくつぶつぶのコーンそのものが入っていました。コーンの風味だけでなく味、食感も楽しむことができてとても美味しかったです。濃厚というだけのことは他とは違います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。